この休み方すれば毎日すげー楽しい。学識サラの間です。今回はルローニさんの著書、心が疲れない正しい休み方、これを紹介していきたいと思います。ルローニさんとは実はいつも仲良くさせてもらってるんですが、ほんとええ本書くんですよ。あなたは今心や体にこんな症状出ていませんか？最近なんだか疲れが取れない、仕事もプライベートもやる気が起きない、前よりもイライラするようになった。もし万が一こういった症状が出ていたら要チェックや。これはあなたの心が疲れていてもう休んだ方がいいという警告のサインなんです。テールランプ5回は愛してるじゃなくて疲れてるなんです。そこでこの動画で今日学べるのはこの3つ。1、心の疲れを取るには自分の感情を知ればいい。2、脳を休憩させるにはぼーっとする時間を作ることが何より大事。3、正しく休むためには先延ばし癖を直し自分に優しくする習慣を身につければいい。この動画を最後まで見れば毎日が今より確実に楽しく感じられるようになっちゃいます。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。1つ目、正しく心を休める準備という話です。心の疲れを取るためにはファーストステップ、自分の中にどんな感情が出てきているかを正しく知るということがマジで大事です。毎日生活しているといろんな感情って湧き上がりますよね。例えば恋人とちょっとしたことで喧嘩してイライラしたり、上司に理不尽な怒られ方をしてモヤモヤしたりするじゃないですか。ただですね、こんな時に今自分の中にどんな感情が生まれているかというのをうまく言語化している人って本当に少ないんです。今イライラしている、今悲しんでいる、こういった感情の言語化ができないとこれ対処すらできないんですよ。なんかイライラする、この感情で終わらせてしまっている人がたくさんなんです。だから原因がわからなければこれ改善しようがありません。人によってはストレス解消のためになんとなくバカ食いしてしまったり衝動買いに走るなど良くない方向で体がストレスを解消してしまおうとするんです。そしてこのストレスが大きくなると今度は体にも症状が出てきて、お腹が痛くなったり夜眠れなくなるといった症状まで出てくるんですよ。ですが安心してください、もうちょべりぐな方法があるんです。それが感情ラベリングという方法です。これは感情に名前というラベルをつけて客観的に分かりやすくする方法なんです。まず落ち着ける時間を見つけて、今自分の心はどんな感情なんだろう、こうやって考えてみます。こうやってじっくり考えてみると、イライラしているな、何かを心配しているなといった感じで自分のいろんな感情に少しずつ気づくことができるんです。それができたらその感情に名前をつけちゃいましょう。例えば気持ちがモヤっとしているならモヤモヤサマーズ、何かにムカついているならムカムカシンドロームみたいな感じで、もう直感で OK です。こうやって感情にラベルを貼ってしまえば、また同じような感情が自分の中に起きた時に、あ、またモヤモヤサマーズが出てきてる、こうやって客観的に気づけるようになるんです。これやるだけで実はだいぶ楽になるんですよ。この話どうですかね。これね、とにかく特徴な名前つけた方がその感情の時具体的に意識できるので、面白い名前とかつけるのが個人的にはおすすめです。2つ目、意図的に脳を休めるという話です。あなたは一日の中でぼーっとする時間ちゃんと作ってますか？毎日仕事や家事育児でそんな時間なんてない、その気持ちわかります。私も2人子供がいて、仕事に加えて保育園の送り迎えや夕食作ったり家事もしてるんで日々忙殺されています。こういう人って多いかと思うんですが、実は脳というのは休むことで機能が回復するんです。というかもう休むしかないんです。このぼーっとする休む時間がないとどんどん脳が疲れてきて機能は落ちて生産性もどんどん悪くなっていくんです。さらに心まで荒んできます。ここで言うぼーというのはクレヨンしんちゃんのぼーちゃんみたいな感じではなくて、情報を入れない時間、あれこれ物事を考えない時間のことを言います。例えば通勤するとき電車に乗っていてスマホを触っていたり本を読んだり電車のモニターを見たりすることってありますよね。ただこういう時でも脳は常に情報をインプットしている状態なので、しっかりと休めていないんです。この脳を休める時の大事なポイントは、なるべく刺激の少ない環境に身を置くということが大事です。仕事の休憩時間、1日何分だけでもいいので、スマホを見えないところにしまってぼーっとしてみてください。たったそれするだけで脳がリフレッシュされて午後の仕事の生産性絶対上がります。他にも休日で少し時間があったら缶コーヒーを買うお金だけ持って公園に行ってぼーっと景色を眺めてみてください。これね、いいですよ。よく公園で何もせずぼーっとしているおじいちゃんとかおばあちゃんいるじゃないですか。あれ前まで私もね、何してんだろう、その時間ちょうだいよ、こっちは忙しいんだよって思ってました。おじいちゃんすいません。本当はあれこそ最高の休み方だったんです。ジョン・レノンも言っています。楽しんで無駄にした時間は無駄じゃない。もし家の中でぼーっとする時間を作りたいなら、ヒーリングミュージックをかけるのがおすすめです。
今なんかは YouTube とか Spotify などで検索するとリラックスするための音楽がたくさん見つかるので、この中から歌詞のない音楽を選んで聴くようにしましょう。歌詞があるとどうしても聴き入ってしまってぼーっとしにくくなってしまいます。この話聞いてどう感じました？ぼーっとする時間に仕事すればその分早く終わるじゃないか、そう思う気持ちもわかります。でもね、これやってみればわかるんですが、ぼーっとすると午後の仕事の生産性上がって結果早く仕事終わるんですよ。焦る気持ちはわかります。でも焦った時こそ休む勇気が必要なんです。3つ目、ストレスをためずにリラックス状態を保つ習慣という話です。この本にはリラックス状態を長く続けるための習慣がいくつも書かれているんですが、ここでは今日からすぐできる方法を厳選して2つ紹介します。まず1つ目が先延ばし癖をやめるという習慣です。前から溜まっていたあの仕事早く片付けないと、とかずっと部屋の掃除をしてないからいい加減しないといけないな、でもやる気出ないな、こんな風にやらなきゃいけないことを先延ばしにしちゃうことってよくありますよね。私もしょっちゅうです。実はこの先延ばしというのはほんと良くなくて、先延ばしをすると頭のどこかにこのことがずっと残り続ける状態になっているんです。そうすると脳は無意識にそのことを考えるためだけにパワーを使ってしまっていて、それだけで疲れちゃうんですよ。この先延ばし癖を防ぐためにはタスクに着手するまでのハードルを極限まで低くする、この方法が効果抜群なんです。実は先延ばししてしまう原因は、そのタスクすべてのことを考えてしまい、すべて完了するまでのハードルが高いと頭の中で考えてしまっているというところにあるんです。あれやったら3時間かかるなとか考えると、もう人ってモチベーションなくなるんです。ですからタスクを細かく分けていって簡単にして最初の一歩を踏み出しやすくするんです。例えばずっとキッチンの掃除をしていなかったら、キッチンの掃除をするというのがタスクになりますよね。このタスクを分解してみると、掃除道具を用意する、シンクなどを磨く、水で洗剤を流す、タオルで水滴を拭くなど、いろいろな手順がありますよね。ですから最初は掃除道具の準備だけやってみよう、もうこれだけ決めてやってみるんです。これ用意するだけだったら 1,2 分で終わりますよね。この最初のステップだけクリアすると、人って不思議なもんで、せっかくだしもうちょっとやってみようかな、こうやって思えるようになって、気づいたら掃除が終わっていたという状態に慣れてるんです。掃除用具準備して、その後やっぱやめたってしまうのもまためんどくさいんですよ。だから出しちゃったんならやろうって人はなるんですよね。こうやって一つずつ片付けていけば、頭の中にあったタスクが一つずつどんどん片付くので、頭はそのことにパワーを割く必要がなく、その分疲れにくくなるんです。あとこれ私の場合ですが、本当に数分で終わる仕事とか、例えば誰かに連絡するとかメール返信するなど、こういったことはもう優先的にやっちゃいます。もうね、キャッチボールでいうボール、これは常に相手に渡しておく状態にしておくと頭の中すっきりするんで、本当におすすめです。次に2つ目が自分に優しい声かけをするという習慣です。嫌なことがあったり、何かに失敗してしまった時、ああ自分ってダメ人間だな、こうやって自分を責めて落ち込んでしまうこと、やっぱありますよね。自分を自分で励ますって案外難しいんですよ。普段そんなことしない人がほとんどだと思いますから。そこで有効なのが、もし自分と同じ状況の友達がいて、その人の気持ちを楽にするためにはどんな言葉をかけてあげるだろう、こうやって客観的に考えてみるんです。これは心理療法で認知行動療法と呼ばれていて、自分のことを客観的に見た上で優しい声のかけ方を考えることができるんです。仮にあなたが仕事で同僚と喧嘩になって、ああ人とうまくやれない自分ってダメだな、こうやって落ち込んでいたとします。これを友人 A さんだと思って気持ちが楽になる言葉を考えてあげるんです。そうすると、人間なんだから考えが合わないことって絶対あるし、たまに喧嘩するのも仕方ないよ、とか普段他の同僚とはちゃんとコミュニケーション取れてるし、 A さんっていつも人とうまくやれないわけじゃないじゃない、といった風にいろいろ言葉が浮かんでくるんですよ。そして実はその言葉こそ今の自分が必要としている言葉だったりするんです。これね、本当他人から言われたものではなく自分の中から出てきた言葉なので、スッと受け入れることができて心がね楽になるんです。たとえ誰からも褒められることがないという人でも、自分で自分を褒めることは可能です。誰が褒めなくてもいい、あなただけは自分を褒めてあげてください。さらっとまとめです。 1. 正しく心を休める準備。 2. 意図的に脳を休める。 3. ストレスをためずにリラックス状態を保つ習慣という話でした。この本には今回紹介した以外にも、人との付き合い方や自由時間の過ごし方など、心がもう超絶楽になるための方法が5万と書かれています。この動画がきっかけでこの本が売れて、ルローニさんにめっちゃ恩を押し付けたいので、ぜひね、説明欄にリンク貼ってありますので、ポチってみてください。
最近私幸せになる生き方をずっと考えていて、もう中二病みたいですよね。でもいいんですよ、好きなんですから。人って基本的に幸せホルモンであるドーパミンが出る行動とかするんですよ。ご飯食べても、運動しても、セックスしても、お酒飲んでも、タバコ吸っても、何をするにもドーパミンって量の差はあれ出るんです。もちろん仕事で成果を出せた時もドーパミンめっちゃ出ます。でドーパミン出すとき、健康になるものと不健康になるものがあるんですね。いい例で言うと、軽い運動するとか、健康的な食材を食べるとか、サウナ入るとかですよね。でも悪い例で言うと、お酒飲むとか、脂っこいジャンクフード食べるとか、タバコ吸うとか、いっぱいあるんですよ。これですね、不健康な方がドーパミンが出る量が多くて簡単なのがネックなんです。安い缶チューハイとか飲むだけで簡単にドーパミンが出てしまう。だからですね、私最近健康になってかつドーパミン出る方法をいろいろやってるんですよ。例えば朝20分散歩する、サウナに入る、納豆と豆腐を食べる、整骨院に通う、こういった健康的でかつドーパミン出る方法を生活習慣の中に取り入れることってマジで大事だと思います。私お酒が好きなんで、それをねもう毎日絶対飲まないとかはね、もう正直無理だったんです、もう恥ずかしながら。でもですね、健康的にドーパミン出る習慣はね、やってみればこれ継続できたので、まずはね一つでもいいのでドーパミンが出る健康的な習慣やってみるのおすすめです。案外これだったらハードル低いんで、みんなできます。あとなんかあなたのおすすめのドーパミンが出る健康習慣あったらコメント欄で教えてください。すぐに実践します。公式 LINE やってます。まあ超恥ずかしい昔話からサラリーマンの人でも副業 YouTube で収益をめっちゃ上げる方法まで赤裸々に配信しています。今 LINE 登録してくれた方には限定で、 YouTube で月に10万円稼ぐための裏技5選という実際に私が今までやってみて効果があったノウハウをプレゼントしています。興味がある人はぜひ説明欄へ。さよなら、さよなら、さよなら。